はい、咀嚼麺です。雪割りの花の続きをやっていこう。ディスク1は終了しました。ディスク2と入れ替えてください。破れてるけど大丈夫。ディスク入れ替えあったな。裏剣でノックしてる。ちょっと椅子に開けてくれ。僕だ、小林で。あ、出た。僕は誰にも会いたくなかった。僕を取り巻く全てのものから逃げ出したかった。香織さんへの愛が強まるにつれ、僕の心はボロボロになっていくのだった。開けてくれ、小林だよ。いないのかい。これはちょっと話しかけてみるか。ゆういちさん。ゆういちさん、何の用なんだろう。一体どうしたんですか。ああ、こっちに用があったんでね、ちょっと寄ってみたんだ。3月31日か。思い当たる節ないな。きっと高橋さんとの間に二人だけの大切なイベントがあったんだと思うんです。なんだろうな。なあ君。はい。そろそろ潮時だと思うんだ。いや、それだったら最初からやらない方がいいだろう。最初からその騙すやつやらない方がいいでしょ。手を貸した僕も間違ってたんじゃないかと。あの時止めるべきだったかもしれない。いや、だろうね。じゃあどれにしようかな。選択肢、今さら何を言うんですかか、無言か、どうすればいいの。まあどうすればいいにして、ちょっとこいつの考えも聞いてみようか。どうすればいいんですか。君は君として生きることを考えるんだ。このままでは君が参ってしまう。もうこんなことやめるんだ。でも僕が高志であることをやめてしまったら、香織さんは、まあ、残酷なフィナーレを迎えちゃうからね。惜しかったわねってなっちゃうよ。君は香織さんに対してベストを尽くしてきたんだ。今まで通り誠意を持ってすればきっといい結果が出るさ。どうすんの。前向きに行こう。前向き。具体的なこと何も言わねえな、お前。どこのブラック企業の社畜だよ、お前は。前向きに行こうでなんとかなるの今の状況。問題はいい結果が出るか出ないかではなく、どうすればいい結果が出せるか考えることだろ。トントン拍子にうまくいくわけがない。辛いこともあるはずだけれど、このままでいるよりもっといい結果が出るはずだ。やばいってこれ。僕にできるでしょうか。僕に、まあ、具体的な策は何もないのか。まあでもちょっとこっちにしようね。僕にできるでしょうか。頑張ればなんとかなるさ。雪割りそう。頑張ればなんとかなるってやばいな。香織さんがくれたんです。そうか。春の訪れを告げる花だって。僕はあの花を咲かせたい。香織さんに見せてあげたい。うん。高志さんじゃなく僕として。3月12日午後4時。すごいな、冒頭の方なのかな。
僕は一人ぼっちだった。ただ誰にも会いたくないのが今の僕の気持ちだった。今はこの孤独である瞬間が安らげる唯一の時なのだ。うわー、なんか懐かしい携帯電話だね。早く取れよ。のそのそ歩いて。雄一さんですか。分かったぞ。例の件、妹が高橋から聞いて知ってたんだ。例の件って3月31日。そうだ、その日は3年前に高橋と香織さんが初めて会った日なんだ。そんなことだったんですか。問題はこれからだ。高橋のやつ、3年目のその日に香織さんに正式にプロポーズするって言ってたそうなんだ。やっぱりな、そういう系だと思った。香織さんは3月31日のプロポーズを心待ちにしているということだ。プロポーズ、たかしじゃなくて、そう、釈面ですがって。その時、たかしは生きていればアメリカに1ヶ月間出張をしているはずだった。だからおそらく出張先から電話か何かでプロポーズするつもりだったんだろう。どうすればいいんですか。香織さんに本当のことを話すんだ。たかしが死んだこと、そのショックで香織さんが記憶喪失になったこと、そして君がなぜ高橋を演じていたのか。君は言ったじゃないか、あの花を咲かせたいって。香織さんに見せてあげたいって。雪割草の花は春を告げる花だ。偽りでなく本当の春を香織さんに運んであげるんだ。そういうこと。この悪夢のような冬を終わらせようじゃないか。この長い冬を。長い冬を終わらせる。3月12日午後11時。その晩僕はひたすら考えた。3月31日のこと。だが僕に何ができるというのだろう。そして3月31日まで僕は部屋に閉じこもって過ごした。すごいな。こんな寒い季節になるのが嫌だな。もう雪降ってるからね。そして運命の 日の夜が明けた。あ、ついに来た。花が咲いた。咲いてる花が。花が、花が咲いたぞ。隣に香織さんいいんじゃないの。大丈夫、そんな喜んで。今はいない時間だから。香織さん、お、文鳥だ。
電話を心待ちにしてる感じだね。そっか、そうだよね、アメリカにいる設定なんだもんね、今の時期は。午後3時。かけるどうと、どうなるんだろう。香り、香り、僕と。ちょっと待って、これなんかさ、本正体を言うんじゃないの？いやー、どうなんだろう、これどれにする、これにしていいのかな。まあちょっとこれでいこうか。僕と結婚してほしい。そこにも分けになる。どうなんだ、え、鼻がなんかピクピクしてる。え、ごめん。あ、涙流してる。いろいろ心配させてしまって。やばいんじゃない？本当のタカシ。まさか。まさか。なんか気泡とか。香り。香り。やばいやつだなこれ。バレた。この顔修羅場エンド。あ、指輪が届いた。どうして、なんででもバレたんだ。もうフラフラしすぎだろ。指輪、どういうこと。伊達隆はこの日のために生前から用意していたんだ。婚約指輪とプロポーズの言葉をしたためたカード。カードの終わりにはお届けた感じでこう書いてあった。隣の大学生に君を取られる前に結婚しなくちゃねと。はははは。香さんは全て思い出してしまったのだ。そういうことか。香織さん。あ、でもまだ続きがあるな。ダメだ。香織さん。香織さんが自殺しちゃうとかそんな感じ？雪の理想が咲いたんだ。
午後3時10分。え、どうなるの？急いで探すのかな？お、危ねえ。あ、ゆういちか。どうした？何があったんだ？かおりさんが、かおりさんが寝室教室なのに。ちょうどよく出たな。これ。なんてこった。かおりさんが危ない。危ないんだ。どこか思い当たる場所はないか。多分ここだな。海浜公園。海浜公園。香織さんが思い出の場所だって。そうそうそう。よし、急ごう。お、どうなるんだろう。この分刻みで24みたいな感じで。いないのか、もしかして違った？ここじゃなかった？ここにはいないよ。あ、マジか。ここじゃないのか。他に心当たり。わかりません。これ以上、僕には。おい、なんでそんな弱ってんだよ。そう、釈面どうした？僕がいけなかったんだ。気持ちはわかるが、今は悲嘆に暮れている場合じゃ。ああ、携帯ね、いつも持ってるんですよ。電話を、早く公衆電話へ。自分の携帯どこやった？出てくれ、出てくれ、カオリさん。何やだろう。お、出たろ。カオリさん、どこに、今どこにいるんだよ。消えちゃった。切れたのか。くそ。金の音が聞こえてた。あ、分かった。あそこだっか。あの大学、教会の金じゃなくて、確か大学だったよな。大学の金、大学の金の音です。香織さん、大学の屋上から夕日を見たいって前に言ってたんです。なるほど、行こう。あの山の上にあるやつね、結構遠いな。40分。香織さんは大学の屋上にはいなかった。あ、え、マジで大学じゃなかったっけ？そこにこだまするのはただ風の音だけだった。この後、僕と雄一さんは香織さんを探した。しかし見つけ出すことはできなかった。4月4日。え、だいぶ経ったね。午前11時。どこ行っちゃったの？あれから1週間が経った。香織さんの行方は未だわからない。香織さん、あなたの笑顔を再び見る日まで
僕に春がやってくることはないでしょう。永遠の冬の中で僕はあなたを待ちます。これバッドエンドじゃない？香りよりも早く、もっと早く選択肢、正しい選択肢選べってこと？あらバッドエンドでした。いやバッドエンドの数やべえな。しかも一番下のバッドエンドだったね。よし、じゃあちょっとこの辺にして、次回ね、次はちょっとヒントモードでやっていこうかなと思います。セーブもしてね。じゃあまたな。